はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。高橋選手に来ていただきました。さあ、石毛です。バッター。それに力があります。パワーピッチャーの石毛。見逃しの三振。はね、やっぱり相手にこう威圧のあるボールですよね。お父さんはですね、実はまあ5年ぐらいかけて石毛に上がればいいかなということですが、早くもオールスターゲームにこの登場ですよねということですか。2者連続三振。さあ、パリーグにはちょっといないタイプでしょう、ストッパーとしては。145キロ、まっすぐ。果たして石毛が2イニング何個の三振を取るんでしょうか。バッターボックスは広瀬、しぶといバッター。ワンツー、スライダーでストライクになってんじゃないですか。回ってこないかなと思ってると思いますけどね。ストレートを打ってセカンドゴロ。3人目はセカンドゴロ。マスクをかぶります。ライトには飯田です。サードには江藤が先ほどから入っています。2エンド1。あ、中村、このプロテクターもまた変わってますね。そうですね、ライトへ持っていった。完璧にこれ距離十分。ホームラン、佐々木。石毛のストレート、見事にライトスタンド一直線。スタートで遅れたんですが、さすがにこの大栄の佐々木。ライトの佐々木がもう2人揃ってると、これなかなかオールセントロ難しいですよね。ホームに帰ってくるというのは。4-6-3と当たってダブルプレーした瞬間、ホームランと分かる打球でした。ただこのまま終わればですよ終わればですよ、はい。日がその力強さを生むのか。これも大きな当たり、右中間、完全に見送った。清原、オールスターゲーム第7号ホームラン。パ・リーグのタイ記録です。石毛からものの見事にライトスタンドに運びました。佐々木に続いて、ついにオールパシック、この大きな大きなスケールのバッティング、清原にホームランが飛び出しました。ついにオールパシック2桁得点、1対7。さすがに2桁。